はい、お疲れ様です。おそらく問題解決の方法としては知恵を使うっていうこととお金を使うっていうことと時間を使うっていうこと、この3つが割と大きなシェアを持ってるんじゃないかなと思うんですよ。大抵のことはお金があれば解決するでしょ。でもお金がない場合っていうのはどうするかっていうと、知恵を持って解決するってことができますよね。例えば知恵の中には人脈っていうのも入ってきます。あの人に頼んでみたらいいんじゃないのっていうふうに繋いでいくってやつですよね。それからね、そういった知恵も人脈もなければ何をするかっていうと、時間をかけることじゃないかなと思うんですよ。少なくとも昔のホームドラマじゃないですけども、何かで失敗をして取り返そうと思った時、信頼を回復させようと思ったら、なんかね、迷惑かけた人の家の前でこうずっと土下座をして三日三晩ってのもありますよね。雨が降っても槍が降ってもこうやって土下座してると、おいもう入れよ、ほらあら濡れた体拭けとか言ってからね、うん、お前みたいな根性のやつは初めてだみたいな感じで、時間をかけることによって人の気持ちを動かすってこともできるのかなと思うんですよ。で、時間もかけたくない、知恵もない、金もない、どうするんやって話ですよね。うん、そういった人はあまり気づかれないんじゃないかなと思います。それぞれ持てる資源を使って目標を達成していきましょう。お疲れ様です。